アーサーさんがヒントをくれてたのは、アーサーさんは30歳で牧師として日本に戻ってきてから、僕にアドバイスをくれた、縁ある人にしか出会わないんで、その縁あって出会った人に、なんか物を売ろうとしたりだとか、クリスチャンにさせようとなんてするんではなく、お前の体験を語って救ってやれ。アーサーさんはずっと自分の体験を語って目の前の人の悩み事を救い続けてきてるんですよ。ただそれだけをやり続けてて、ただただその目の前の人と向き合って、一対一の人間として、その人のこう心の闇を照らしてくれるっていう、それは自分の体験なんで、アドバイスにならないように、上からのアドバイスにならないように、自分の体験をシェアするっていうことを30年間やり続けてきた人の言葉の重み、そのアーサーさんの言葉を聞いて、で、次の日から、何やってんのって言われたら、アーサーっぽくなり、アーサーみたいな、本売りたいよりも、僕の志が本を売りたいから、うん、アーサー・ホーランドさんみたいな60歳になりたいに変わったんですよ。はあ。僕の本心の、はい、本心の志が。それまでは本を売って、本を、この本を広めて自殺者を救いたい、みたいな志を語ってたんだけど、それは、今振り返ると、称賛してもらうための心だと、まあ、0% ではない、完全嘘ではないけど、でもそれを語ることでみんながは、かっちゃんすごいって言ってくれるから喋ってたよな。でも、誰もすごいって言ってくれないかもしれないけど、本当に俺がなりたい姿は、アーサー・ホーランドさんみたいな60歳を迎えて、電話の捨て台詞俺も言いたいな、最後の切り際の。あれとにかく言いたい。俺も言いたいみたいな。って思ってるから、いつの間にか志がアーサー・ホーランドさんに変わってるわけですね。で、そうすると何をすればいいかっていうと、縁あって出会った人に、俺の体験談で救い続けるっていう30年間を生きれば、そうなれる可能性があるわけじゃないですか。で、何やってんのって言われたら、本はとにかく売りたくないんで、とりあえず旅してます。みたいな。って言うと、どっから来たの？東京ですって。今日どこまで行くのって。どこどこの道の駅まで行こうかなと思ってますって。どこがゴールって言うと、ぐーっとまたね、一周回って、東京に戻ってきたら、ゴールなんで40の東京もあるんですよって。いや、そんなのあるの？どのくらいかかんのって、2年ぐらいで行けそうな気がするんですけどね、みたいな。で、話をしてるから、普通にキャッチボールが続きますよね。向こうが興味があることに対して興味がある内容で答えているので、はい、今までは興味がある内容を答えてるのに急に本出てきて、はい、うわーって出てるんじゃないですか、はい、それは離れていくと思うんですけど、向こうの興味に対してずっと話をしていく、はい、で、ある程度向こうの質問に対してこちら側の要はそんなに意識したことないけどいわゆる自己開示っていうやつが済むと、はい、今度はこの人が自分のことを語り始めるんじゃないですか、うん、いやー昔私もヒッチハイクしたことがあってさーってねえ、あの時はでも1週間ぐらいで縦断できたけど徒歩でって言うと大変ねみたいな話になるわけ、はい、でそうすると向こうが1回でも自分の話をし始めたら僕のコミットはもう二度と俺の話には戻さないんです。 なるほど、はい、なぜなら俺の縁あって出会った人なんで、俺の体験で救える人なんですよね、縁ある人にしか出会わないって言ってるから、で俺の体験で救える人が今どんな悩みを持っているのかを知らないんで、知りたいわけです、はい、で教えてくださいって言ったら教えてくれるわけないんで、そしたら向こうが自分の話をし始めたら、え、ヒッチハイクやったんですか、うん、って言って、でも女性なのに怖くなかったですか、うん、とかっていう、そこから掘っていくんですよ、うん、で大学の時ですかとか、で大学地元なんですかとか、とか、え、今日ご兄弟はとか、お父さんとかもいませんでしたってすると、必然的に生い立ちにまで戻っていって、はい、で、子供の頃どんな性格だったとか、っていう、こう、その人の反省をバーッとダイジェストで語ってもらうっていう、うん、まあちょっとインタビューっぽくなってきますよね。で、あ、この人こういう背景で育ったんだとか、で、昔はこうやってちょっとね、精神的にも参ってたことがあったんだなとか、とか、あ、こういうところでうまくいったんだとか、うん、お子さん3人いるんだとか、子供の子育てでも悩んだんだとか、で、こういろんな悩み、その人の悩みのパターンがずっと、分かってきて、で、その人が現代まで戻ってきたタイミングで、ああでもなんか私もな、もうちょっと若い頃にいろいろ挑戦してくればよかったなとか、うん、とか、息子にもなんかこういうね、あなたみたいにこう挑んでる人がいるんだよってことをなんか伝え教えてあげたいな、うん、でポロってこう、そんな悩みっていうほどでも悩みではない、悩みがポロって出る、はい、ただその背景なんですよね。なぜその人がその最後にそのことを僕を通してその悩みが出てきたのかっていう背景をヒアリングして聞いてきてるので、その間ずっと考えてるんですよ。
あの僕の体験とか大したことないんで、あの本を勧めてあげたらいいかなとか、だからこの映画、あの映画を勧めてあげたらちょっと役に立つから、ちょっとこういう風なその口添えをしてこの映画を見るといいですよっていう風なことだったらいいかなとか、いろいろ考えながら聞いていて、でその人がポロって最後に出てきたのを見た時に、ずっと考えてるとやっぱ自然と出てくるんですよね。あ、それだったらあの静岡で会った住職が話してた内容めちゃくちゃいいと思うんですけど、で、この住職でこうでこうでこうでっていう、その住職の話だとか街で出会った人の話だとかっていう、自分が知っている知識の中でその人にとってアドバイスにならないように体験談として喋れるようなところを選んで、で、こうやって聞いたんですよってすごくないですかみたいな、はあ、アドバイスじゃないアドバイスじゃなくて、はい、すげえ俺感動しましてって言ったら、ああそれはすごいいい話ね、はい、それちょっともう一回教えて、ちょっと子供にもちょっと教えるからとかでメモ取り始めたりとか、はあ、でこうでこうでこうこうらしいですっていう、そしたら、ああでもそうだと思うとか言いながら、はい、だから帰っていくんですよ。かっちゃんっていつもそうやって喋られますよね。そう、いつも人のネタです。僕にねアドバイスとかをね、ヒロさんっていうのは、要はヒロさんこうしたらいいんじゃないですかって言わないですよね。言わないよ。ヒロさん、僕はねこう座ってこうやってうまくいったんですよ、なるほど、僕もやりますみたいな。そう、体験談で喋るよ。そうやって喋られてますね。はぁ、それをね、ずっとそのアーサーさんが、はい、お前の体験で救ってやれって、はい、アドバイスで救ってやるとは言ってないんで、はい、で、でアーサーさんのこの本とかも全部そうだし、はい、アーサーさんの講演も全部体験談、はい、アドバイスじゃないです、うん、なので、まあ、それを真似してたっていうのもあるんですけど、それで伝えるとなんかスッキリしていただいて、あ、なんか楽になったとか、あ、なんか見えたとか、なんかちょっと楽しくなってきたとか言って帰られると、一歩アーサーさんに近づいたってことじゃないですか。うん、したら、もう、嬉しいんですよ。はい。いや、マジありがとうございます、みたいな。でも、これが、与えれば与えられるっていうのには、後々気づいていくんですけど、はい、僕は、アーサーさんみたいになりたいんですよ。別に言ってないけど、アーサーさんみたいになりたい。ので、向こうが、すっきりしてくれるもんなら、僕の方こそありがとうございます、うん。アーサーさんにおかげさまで近づきましたって。はい。じゃないですか、うん、で、うんっていう顔したら、うん、いやマジ申し訳ねえなって、うん、どういう話すれば伝わってたんだろうってなると、寺尾さんの感覚になるんですよ、はい、もうこんだけ喋ったのになんでこいつ理解できねえんだよじゃないです、うん、で、ああ本当申し訳ないな、どんな話すればよかったかなとか、まあ、ちょっと多少若干アドバイス入っちゃったもんなとかとかになんか反省しながら、はい、で次はもう一回体験談でとかでやると、いろんな人と出会うネタも情報もヒロさんからいい話も聞いても、まあいい話ですねじゃなくて、いつか誰かにこういう話があったんですよって喋れる引き出しとして聞くじゃないですか。そうするとアウトプット前提で聞くんですっごい記憶できるんですよ。で、それをやっていくと、僕は僕でありがとうと思ってる。で、向こうは向こうで旅人捕まえて足止めてくれて、こっちの反省聞いてくれて、で最後には自分の悩みまで解決するなんかシェアをしてくれて、はい、ありがとうございます、はい、お互いありがとうございます、いやいやこちらこそありがとうございます、はい、っていうのを素で言い合ってって、はい、でこれをが続いていくと、この分母が増えていくと、はい、当たり前のように起こってくることは何が起こってくるかっていうと、なんか本売ってんのってのぼりに書いてあるけど、うん、せっかくだからちょっと一冊買わせてもらっていい、はい、とか、なんか足止めてて本当申し訳ない状態で一冊で、一冊一冊別に買わなくてもっていう話をしてて、はい、でもどんなものか気になるねって、そんな風になんか言われるとって言って、うん、でもこの方はまあこういうこういう経緯があってって言ったら、なんかすごい壮絶ねみたいな、うん、ね、じゃあちょっと一冊譲ってもらってもいいって言って、どこで買えるのって、どうやったら買えるのって言うから、アマゾンでとかって言うあんのに売りたくない、売ったらアーサーって言うと、アマゾンとかで買えるんだよ、どういうんですよって言ったら、あなた売ってないわけみたいな、で一応、まあ、ありますけど、って言ったら、めんどくさいとかって言われたら、うん、いやいや、めんどくさくないです、めんどくさい。じゃあ、とりあえず、ここからどうぞ、みたいな感じで、やると、一冊いくらだったら、799円だったんですけど、799円なんですよ、って言ったら、安いね、って。じゃあ、10冊ちょうだい、とかって言われて。でも、僕は、アーサーさんになりたいって、本を売りたいわけじゃなくなっちゃってるんで、うん、
とりあえず一冊でよくないですか極端一冊読んで、よかったら、うん、よかったら、うん、LINE 交換しといて、うん、LINE いただければ、うん、10冊送りますから、送料無料でと。送りますんで、とにかく一冊読んでみて、僕も本棚に10冊が支え続けるっていう売り方をしたいわけではないから、うん、とりあえず一冊読んでくださいよって言ったら、うん、商売いけないけど、そういうとこがいいんだろうねって言いながら、とにかく一冊買ってくれますよ。で、その人たちがどうするかっていうと、すぐに読んでくれるんですよ。うん、離れた後に。したら、昼間とかに出会うじゃないですか。もう夕方になる前に電話くれるんですよ。はい、で、すごい良かった。やっぱり10冊、まだどうせそんな進めてないでしょ、うん、取り行くから、売ってって。で、今どの辺って言って、今、この辺ですって言ったら、うん、じゃあ、あなたが着く頃の途中で足止めても悪いから、着く頃にどこどこの道の駅って言ったから、道の駅に待ってるねって言って、わかりましたって言って、まあ僕も道の駅急ぐじゃないですか。したら、そこに仲間連れて10人ぐらいいるんですよ。で、お惣菜とか買ってきてくれて、弁当とかおにぎりとか作ってくれて、で、道の駅のその駐車場で宴会スタートみたいな。で、そこで、まあいろいろ話したりとか、みんなの話聞いたり、本の著者さんの話を、いやすげえってちょっと家族にも話したいからさって3冊ちょうだいとかって言ってたった一人に1冊売ったのがきっかけで、その日1日で20冊30冊っていうのが売れていってっていうのがもうあちこちで起こり始めて、もう最後はもうわけわかんないことになってきて、誰ですかっていう人が電話かかってきて送ってくれるみたいなっていう。で、新聞社を高知であったね、おばあちゃんが、高知だったよね、神戸であったおばあちゃんというと怒られますけど、うん、当時65歳の人なんかは、うん、僕をずっとウォッチしてて、うん、Facebook で、で毎回県境で写真撮ってたんですよ、うん、香川ですとか、うん、どこどこです。そしたら香川に僕が入ったら、香川の新聞社に電話してくれるんですよ、はい、でいつも読んでまーすって嘘つくんですいつも読んでまーすって言って、で今ね、でもちょっと話す時間がなかったんですけど、車走らせてたら赤いリアカー、上りのリアカーでなんか本かなんか売ってらっしゃるのかな、でそういう人が歩いててすれ違ったんで、何してる人か気になるからちょっと取材してもらえませんみたいな、はあって言って、はい、今ねどこどこ辺にいるはずだからって言うと新聞社が来るんですよ。はい。で、そのまま取材。っていうのを、そのおばあちゃんお一人で、全国で34回繰り返してくれたんですよ。やばくないですか？すごいでしょ？一人で。一人で。で、僕、ほぼ全国の新聞社取材されてたんですよ。乗りまくってましたもんね、テレビにも出てた。乗りまくったんですよ。全部そのおばあちゃん。その方が、あちこち電話してくださって、いやもうその県のね、新聞社全部電話してくれるんですよ。なんとか新報とか、はい、読売新聞、高知版とか、全部やってくれて、はい、でもあちこちに出まくるし、新聞載ってるからテレビの取材、ローカル来るし、ローカルに出るんでメジャー来るし、はい、っていう感じでブワー広がっていって、最終的には1年もかからずに1万冊以上売れて、拍手ですよね。本当ね、すごく。で、その過程の中で与えれば与えるこういうことかって言ってこれが誕生して、誕生したってことなんだ。そうなんですよ。だね、もう本当ね、これこのバイブル、文字通りのバイブルで売ってね。